えー、こんにちは。g リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います、えー。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます、えー。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。えー、先日のオードリターンの参戦に続いて日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸慎司氏、 ひろゆき氏、田村淳氏、第悟氏、ステイーバオキ氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。えなんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。でまた、この WebX e のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも20%オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方がいらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。 でまた、メンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。まず、ETF 関連から見ていきますと、モルガン・スタンレーがスポットビットコイン ETF の保有を報告してます。ブラックロックの IBIT が1.87億ドル相当、 アークのアークビーが157万ドル相当、グレースケールの GBTC が14万ドル相当となっています。アークビーと GBTC はどちらも保有を減らしてまして、中でも GBTC は前回2.7億ドルほど保有してたんですが、まあ、それが今回14万ドルとなってますんで、まあ、ほとんど売却したと見られています。まあ、昨日のウィスコンシン州投資委員会もそうですけども、大、まあ、寺が GBTC を売って他をちょっと買うというですね、まあ、いつも見てる ETF の動向と同じようなな展開になってますね。あと他ではナイスアメリカン LLC がビットワイズとグレースケールの BTCETF のオプションの上場申請を取り下げたこと SEC がマイクロストラテジーのレバレッジ型上場投資信託レバレッジロングマイクロストラテジー ETF を承認したことが話題になってますこのオプション申請の取り下げに関しては、まあ、先日の CIBO と同様にですね SEC の要件に応えて再提出する可能性があると見られてますマイクロストラテジーの株は特に 単独で上がってないですけども、まあ、その後の進捗に注目ですね。でまた昨日の米国のスポットビットコインテープのフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、各社から流入が見られまして、現時点で全体でプラスとなっています。フィデリティ、ビットワイズ、そしてグレースケールのミニトラストからも流入が見られますね。スポットインサイテープの方は、こちらは全体でマイナス0.4億ドルほどのマイナスとなっています。まあ、最近の動きを見る限り、 ブラックロックでも厳しい数字になってますけども、まあ、今回またプラスとなれるのか注目ですねで一方香港の方はビットコインがプラス48万ドルほどイーサは0とビビタル流入を記録してますあとオンチェーン関連ではメーカー DAO がラプド BTC 担保での借り入れを停止する提案を承認してますこのラプド BTC 懸念については先日からお伝えしている通りですね 現在、ラップド BTC を管理しているビット号が、ビットグローバルとの合弁会社に管理を移すと発表してまして、まあ、市場ではジャスティンが関わるなら、ラップド BTC はもう信用できないと。まあ、各所がラップト BTC から手を引こうとしているといった流れです。でそしてこのメーカードアも先日ですね、ラップド BTC 担保での借り入れを停止する点を出したんですが、今回承認されたといった流れですね。で今回はあくまで新規借り入れを停止するだけで、 既存のものに関してはそのまま継続できるとしてるんですけども、私は気になったのはその後の動きですね。現時点では軽い動きになってますけども、メーカー同自体がもうすでにラップド BTC に対して不信感をあらわにしてるんで、メーカー同が最初に声明を出したですね、リスクを排除することを考えると、今後このラップド BTC から完全に停滞する提案も出そうだなと、個人的には思いました。 で現在メーカー DAO が保有しているラプド BTC は8156ラプド BTC、ドル換算では4.6億ドル相当ありますんで、これが全部撤退して、全部が売り裁かれるってことはないと思いますけど、まあ、結構なインパクトにはなりそうですよねで。ラプド BTC の BTC 建ては前回はギリ保ってましたけども、今はデペックした状態を推移してますね。11日に大きくデペックして、14日にも同じくらい下がってます。現時点ではメーカー DAO が 話題になってまますすすけども他もも他動く可能性もありますんでで、まあ、注意が必要ですねでビットコインの価格動向に関しては指標などもありますんでこの後のチャットのところでまた話そうと思いますビットコインの価格は現在5 7500ドルあたりを推移しております昨日発表された注目指標の方では、まあ、米豪劉を筆頭にまたくさんありましたねまとめると、まあ、以前の米景気後退懸念から 米国の個人消費と雇用も回復が見られて、まあ、米景気が良くなってると判断されてか、市場は米ドル高、米株指数もそれぞれ強くなっているという展開ですね。まあ、先日までの円高傾向から一変してます。米国最近は3.911を推移しておりまして、ナスサックが19,490、S&P500 が5,549、ダウ平均が4563、キングオールドが ドル日経平均が3万7739円ドル円が149.18円となっておりますビットコインの先物の,の方では OI は全体でマイナス0.75%額としては292億ドル相当比率としては全体ではショートが51.1%バイナンスミはロングが69.6%と下よりになっています今後の指標としては本日8月16日にエコーリー売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数 8月19日に米劇先行指数、8月20日に中国のロンプライムレート、スウェーデン、トルコの政策金利などが控えております。市場前提で見ると、米株関連は上がってるんですけども、これまで米市場と同じ動きをしてたビットコインが単独で落ちてるといった状況です。ビットコインも昨日の米国より、その他指標が発表された9時半には、しっかり一緒に上がってるんですけども、その後1時半あたりから落ちてですね、 5時45分には1時5万6千ドルあたりをつけてます。これ単純に6万ドルで弾かれて、ロングの生産巻き込んで、そのまま下へ向かったんだという見方もできるかもしれないですけど、あえて理由付けするなら、先ほどお伝えしたメーカー道のラプト BTC の新規受付停止が承認されたのが、昨日の UTC13 時24分、日本時間で10時半くらいなんですよね。ちょっとタイムラグがありますけども、 私が拾えてる限りでは、そのオンチェーンの他の資金移動も見られませんし、ETF も大きな流出もないと。で、マイナスとしてはこれくらいしかないんで、まあ、ビットコインが米市場と比べて、いまいち楽観的になれずに、まあ、釣られて上がれなかった、まあ、一つの要因になるんじゃないかなと思いましたね。まあ、指標の方も本日の米ミシガン大学消費者信頼化シスを終えると、来週まで一息つきますけども、仮想通貨市場単体でい f a などが出てないのが現状です。チャットだけ見たら、7月に反発した、 5万6000のラインで耐えている状態です。ここを下へさらにホールとなると5万4000コースも見えてきますね。上は6万2000を超えない限りは楽観的な空気にはなりづらいかなと思います。今後の市場の残に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2570ドル。BTC だっては0.0447と。 先物の方では、OI は全体でマイナス1.91%、額としては105億ドル相当、比率としては全体ではショートが53.0%、バイナンスにはロングが75.9%としたようになっています。イーサーの方も単独で強くなる要因もなくてですね、まあ、BTC だても昨日からまた若干下がっている状態です。形も下へ垂れている印象はあります。まあ、ただこれから取り上げる DeFi 市場の方は、 結構明るい兆しが見えてるんで中長期的な期待は以前よりは集まってるのかなと思いますね、まあ、チャートだけ見たらドル建てでは1月の2800で弾かれて、まあ、BTC 建てでは0.045で弾かれた形になってます明日、まあ、2400たりまで余裕があるように見えますが2500で何回か耐えてるんで、まあ、ここをスコことすればまた上への期待が膨らみますけどもこれも2800を超えない限りは楽観的になれないのかなとも思います イーサの今後にも注目ですねあとこっからその他の動向になりますえ先日から話題になってるハリス J 側の仮想通貨イベントクリプト4ハリスで民主党議員らが今後の仮想通貨に関する法案について言及したのが話題になってますえ民主党議員のシューマー氏はですね我々は仮想通貨の将来を信じていると現在推進している仮想通貨関連法案も実現すると信じていると語ったとされていますでただ具体的に何を実現するかを明言してないですし ハリス自体も仮想図鑑に対してまだ何も言及してないんで、まあ、界隈では結構アバウトな PR だったと捉えられてますね。一方、トランプ陣営は、こちらも先日から話題になっている、トランプ氏の息子たちの d 5 k 系プロジェクトが、テレグラムチャンネルを公開してます。トランプジュニアはですね、私たちの暗号プロジェクトについては多くの噂が飛び交っていますと、真実を知り、公式発表の最新情報を入手するには、公式テレグラムチャンネルに参加してくださいと。 憶測にに頼らずここで直接ニュースを入手ししててくださいと X に投稿してます今までトランプの非公式ミームだと盛り上がってましたけど、まあ、トランプ氏の息子たちのプロジェクトが盛り上がるのか、まあ、そしてこれが稼働した後ですね、現在の非公式ミームたちはどうなるのか注目ですね。そして大統領選の予測はさらに2%ほど差が開いているようにも見えますね。依然ハリスがリードしております。こちらも最終どうなるのか注目ですね。あと他ではバイナンスが インドの FIU に対して罰金225万ドルを支払って和解、インドでのサービス再開を発表しています。インドのマネロン防止法に違反したとして罰金が科せられていましたけども、今回和解となっています。バイナンサ昨日のブラジルとの和解から、立て続きにサービス再開となってますね。BNB は市場が厳しいながらも、BTC 立てでプラス1.3%と比較的強くなっています。現在、時価枠4位ですけども、 ここからさらに上へ向かえるのか注目ですね。あと、アルト関連では、アーブの借り入れユーザー数が過去最高を更新したこと、ユニスアップが賞金235万ドル相当のセキュリティコンペを開催したことが話題になってます。ユニスアップは先日、手数料収益が伸び続けていることも話題になりましたけれども、今回のコンペも DeFi 史上最大規模ということで注目が集まってます。価格的にはアーブが強くなってますね。節目の100ドルを超えて、 現在107ドル、BTC 立てはプラス4.1%。時価差が53位ですね。ディファイ市場が強いのは仮想通貨市場にとっては非常に頼もしい要素の一つになると思います。ここからアルト市場が盛り上がるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連ではリスク管理プラットフォームと呼ばれている KOS ラベスが5500万ドル調達、プライバシー保護プロトコル、ゼロナイムの開発、ホルナイムファンデーションが550万ドル調達、 オーダーリーネットワークが500万ドル調達。モジュラ系のワインストーンが500万ドル調達。a i ープラットフォーム、クランチラブが350万ドル調達。ザイオンがトークンリリース発表と、ソレイヤーがメインネットローンチを発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこの動画ですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。